もうね、もうグラちゃん好きすぎてデスク周りがねグラちゃんばっかになってるんですよね。はい、この前のあのスバオク配信の時にスバルちゃんがこう暴露してたんでもう言いますけどもうデスク周りもねすごいんですよ。壁紙はグラちゃんにしてるって言ってたんだけど、デスク周りのね雑貨もグラちゃんでいっぱいなんですよね実は。はい、グラオタクなんだよなマジ。うん、なんで隠してたの？え、ちょっと恥ずかしいじゃんなんかそのお前がっつりファンやんってなったら恥ずかしいじゃん。だから黙ってましたうん、棚の方にはゲマズのあれなんよ、なんかフィギュアとかいっぱい置いてあって、アクリルスタンドとかで、デスクにはグラのグッズを置いてあるんよ。うん、さらけ出しちゃいなよ。いや、なんだろうな、恥ずかしいじゃん。オタク心分かってよ、みんな、みんなが一番分かるでしょそのオタク心。なんかそういうもんじゃんなんとなく隠してたいじゃん。同僚でもあるからね。そうだよ、みんなだってさ、会社の部署は違うけど別の会社のさ、ねえ、同じ会社なんだけど別部署の人めっちゃ好きで、その人のアクリルスタンドとか机に飾ってあるのをさ、みんなに言われたらちょっと恥ずかしいじゃん。そういうことだよ。うん、